イメルダ・マルコスは、フィリピン共和国の政治家、第十代大統領のフェルディナンド・マルコス夫人、前会員議員、マニラ首都圏知事、環境住居大臣、新社会運動党首を務めた、鋼の長」または、鉄の長」という異名がある。九百二十九年、弁護士、ビセンテ・ロムアルデスと五歳レミディオスの長女として、アメリカの植民地であった、フィリピンのマニラで生まれる、イメルダには、 イボケイ氏が5人をおり、その後、弟と妹が5人できた。一切違いの弟に、ココイロムアルデスがいる。1938年、8歳のイメルダは母、レミディオスを肺炎で失い、同じ頃、父、ビセンテの弁護士の仕事も減少した。ビセンテは生活上の困難のため出身地レーテ島のタクロバンに家族と帰り、イメルダは、思春期をタクロバンで過ごすこととなった。 生活は厳しく、イメルダは母の形見の装飾品を売って家計の出しにしていた。1938年から1948年の高校卒業まではタクロバンのホーリーインファント学院で英語を学び、1944年にアメリカ軍がレーテ島に上陸した時はダグラス・マッカーサーの前でフィリピン解放を祝った歌を披露した。 第二次世界大戦後の1946年にフィリピンは独立している。1951年セントポール大学で教育学の学士号を得て卒業し、地元の中国人学校の教員を務めていた。1952年にメルダは重心の勧めでいとこの家に同居することになり、マニラへ戻った。マニラに来てからは音楽店の歌手として働いていたが、父の反対に会い、 1954年までフィリピン中央銀行の秘書として働いていた。また、サントトーマス大学で声楽を学び、フィリピン女子大学音楽芸術学部の長考生として勤務の傍らの時間を縫って通っていた。この頃にはミスコンテストに相次いで出場し、タクロバンのバラ、ミスレーテ、ミスフィリピンのタイトルを獲得している。 1953年には、マニラクロニクルが出版する雑誌、ジスウィークのバレンタイン特集号で表紙を飾ることとなった。同年3月、ミスマニラコンテストに出場したが辞典と発表された。しかし、表の集計には、市長の代理人が立ち会っておらず、イメル川表集計の不正が行われたものとして、アーセニオ・ラクソン・マニラ市長に異議を申し立てた。ラクソン市長も、 イメルダの講義は合理性があると考え、コンテストの優勝者はイメルダであると発表したが、判定は覆らず、市長の配慮から創設されたマニラのミューズの称号をイメルダに授与した。この騒動はイメルダの写真付きで新聞に取り上げられ、後に伴侶となるフェルディナンド・マルコスはこの記事で初めてイメルダを知ることとなった。1954年4月、 マニラにおいてイメルダとフェルディナンドは出会った。イメルダを見染めたフェルディナンドは、必要にイメルダに迫り、こんまけしたイメルダは結婚契約書にサインした。それは二人が出会ってからわずか11日後の出来事だった。同年5月1日にフェルディナンドとイメルダは結婚した。フェルディナンドは当時史上最年少で会議員となった注目される政治家で結婚式の立ち会い人は、 ラモン・マグサイ・サイ大統領、フィリピン国民党、フィリピン自由党の代議士が務める政治職が強いものであった。この結婚により、イメルダは政治家の妻としての役割をフェルディナンドに求められた。政治とはこれまで無縁であったイメルダにとって、このことは相当な重圧となり、変頭痛となってイメルダを襲った。イメルダは治療のために、米国の精神科へ赴き診察を受けている。 この結果、イメルダの症状は少しずつ改善に向かい1960年頃には模範的な政治家の妻となる決意を固めることができた。フェルギナンドが各地の遊説にイメルダを同伴するようになったのもこの頃からである。イメルダは1964年の大統領候補指名獲得のための国民党大会及び翌年の大統領選で国中の政治家を訪れ、 フェルディナンドが大統領となるのに助力した。訪れた自治体は1200カ所に及び、そこでは応援演説や歌を歌い、フェルディナンドに対する指示を募っている。フェルディナンドは、この彼女の貢献に対して、彼女は少なくとも100万票を稼いでくれたと述べ、政治家の妻としてイメルダが果たした役割をいたわった。イメルダは、フェルディナンドとの間に、長女アイミー、長男ボンボンマルコス、 自叙ジジアイリーンの三人の子を設けた。右から、イメルダ夫人、アメリカのリンドン B ・ジョンソン大統領、マルコス大統領、ジョンソン夫人、マルコス大統領とイメルダ夫人。中央は、アメリカのロナルド・レーガン大統領1965年12月、大統領選挙で勝利した、フェルディナンドの大統領就任に伴い、大統領夫人となった。ファーストレディとなった彼女のファッションは、 ジャックリーヌ・ケネディと対比された。1966年9月、マルコス大統領と共に訪日し、昭和天皇と皇順皇后に国賓として、艦隊された。イメルダは多年にわたり、植民地であったフィリピンでは、自国の文化が衰退していると考え、マニラ文化センターの創設に邁進し、同センターは1969年に開設された。また、 前任者のエヴァ・マカパガル大統領夫人が推進していたリサール公園の整備拡充を引き継ぎ完了させている。1971年に水素爆弾の父として知られている物理学者エドワード・テラーがフィリピンを訪問しイメルダと会談した。その際に重水素の開発をテラーから促されて以来フィリピン近海からの重水素の採取に取り組んでいる。 1972年12月7日、マニラでの全国美化清掃運動表彰式の最中に刃物を持った暴漢に襲撃され両手を負傷した。その瞬間は犯人がその場で警察に射殺される様子も含めて一部、死中がテレビの報道で生中継されていた。イメルダはこの負傷で75針を縫う手術を受けている。1970年代、イメルダは 特命全権大使に任命され、アメリカ、中国、ソ連、リビア、ユーゴスラビア、イラク、キューバなどの世界各国を訪問した。イメルダと会談した。各国首脳は、リンドン・ジョンソン、リチャード・ニクソン、モー・タクトー、ムアンマル・カダフィ、ヨシップ、チトー、サダム・フセイン、フィデル・カストロなどがいる。中でも、カダフィとは親密であった。 外交実績としては、中国やソ連との国交樹立交渉、諸民族解放戦線への武器、供給停止交渉などがある。1975年6月には、日本の鹿島平和研究所より、第8回鹿島平和賞が受賞された。受賞式はイメルダを招いて、鹿島赤坂別館で行われた。受賞理由は、内政に輝かしいせいか、外交では広く東西諸国との友好関係の、 増進を図ると述べられている。同年11月には、マニラ市など、周辺4市13町を併合したマニラ首都県知事に任命され、1978年6月には、環境住居省に就任している。いずれも、亡命時まで在職し、単語南の地熱発電所、サンファニーコ橋、迎賓館ココナッツパレスなどなどを作りインフラ整備を、積極的に推し進めた。加えて、 社会福祉事業や低野人住宅建設、外国人観光客の誘致を目的とした、ホテル建設、国際映画祭並びに、国際美人コンテストの誘致、都市美化運動として、マニラ最大のスラム街である、トンド地区の整備並びに、住民の移住なども行っている。1978年に新社会運動を結成し、同党首となり、同年4月の暫定国民議会選挙に、 マニラから出馬してトップ当選を果たした。1978年から1984年まで暫定国会議員を務めている。マルコス大統領に批判的だったニノイ・アキノが病気の時に炎上し、1980年にニノイが米国へ亡命する際には資金提供を行っている。 フェルディナンド・マルコスとイメルダ夫人1983年8月31日、ニノイが帰国の際に、マニラ国際空港で暗殺されると、マルコス大統領は、真相解明のため、イメルダを含めた容疑者を調査する、大統領令を発令するが、イメルダの関与は認められなかった。しかし、この事件により、反マルコス運動によるデモや暴動が、活発化し、 ニノイの未亡人コラソンアキノに対する国民の支持が増加することとなった。1986年に発生したピープルパワー革命でマラカニアン宮殿を追われたフェルディナンドと共にハワイ州に亡命した。マルコス一家はフィリピン国内のラオアグに行くことで米側と合意していたが果たされなかった。このことに対しイメルダは後年、私たちは米軍機で誘拐された。と述べ また、マルコスは同盟国に裏切られて潰された。とも述べている。彼女が退去した後のマラカニアン宮殿には、全60足の靴、15着のミンクコート、508着のガウン、888個のハンドバッグが残されていた。この様子はマスメディアによって、イメルダコレクションと取り上げられ、イメルダの浪費癖に対する批判の声が高まった。これに対してイメルダは、 貧しい者の,のための希望の星であることが私の義務だった。と述べるとともに、夫は金のトレーダーだった。1949年の政界入りした時、彼は山ほどの金を持っていた。1950年代後期には、マルコスは7500トンの金の個人財産を持っていた。と述べて、横領で購入したものではなく、フェルディナンドの財産で購入したと主張している。 なお亡命先のハワイにて、マラカニアン宮殿に残してきた大量の豪華な靴がないことを嘆いたことが報道されると同情した人々により、善意で片方だけの靴やサイズが不揃いで、履けない靴や古ぼけて汚れた靴が主にアメリカ本土より大量に亡命先に届けられた。この善意に対するイメルダ自身のコメントはなかった。1988年10月21日、 マルコス夫妻は1億ドル以上をフィリピン政府から盗み取ったとして、強括及び横領罪で米国に起訴されたが、1990年7月3日に請求は帰却された。この期間内の1989年12月にハワイで夫の死を見取っている。1991年11月4日にフィリピン政府からの許可を受けて帰国を果たしたものの、 翌日に脱税と増収祝の容疑で逮捕された。イメルダは6,400ドルの保釈金を支払い、釈放された。1992年大統領選に出馬するも落選した。1993年9月、高訴裁判所から横領罪による懲役刑及び、非選挙権永久剥奪の有罪判決を受けるが、上訴の末1998年10月フィリピン最高裁において、 無罪判決が言い渡された。1995年には、レーテ島から会議員に立候補して当選し、国政に復帰した。1998年に、大統領選挙に再度出馬するが、中途で撤退している。2000年12月、脳一血により倒れる模手術を受けて、一命を取り留めた。2001年10月、マルコス一家の預金を海外口座に集中させているのは、 不正蓄財に当たるとして、逮捕収監され2400ドルの保釈金を支払った。2009年7月、80歳になったイメルダは、盛大な誕生日パーティーを、ソフィテルフィリピンプラザで開いた。ルイス・シンソン、リュウ県庁特命全県大使、デブイスカルノラ総勢1000人以上が参加した。そこでは、結腸がんであることを公表し、闘病中だったコラソン秋の元大統領の、 回復を祈って黙祷が捧げられている。同年12月には再び会議員に立候補を表明し、2010年5月の選挙で当選した。同時に、会議員で北イロコス州知事選挙に立候補した娘のアイミー、マルコス、北イロコス州知事、会議員を経て、上院議員に立候補した息子のフェルディナンド・マルコス・ジュニアも同じく当選している。イメルダは、 ミレニアム開発目標会員特別委員会の議長に就任し、幼児死亡率の削減に取り組んでいる。2011年4月、元フィリピン国家食料局大臣タンチャンコの基礎から免れるための残限により、高訴裁判所から28万ドルを返還する命令が発せられる。2013年5月、北イロコス終戦室の会員議員に再選された。同年11月には、 幼少期を過ごした家に、フィリピン史上最大規模となる台風30号が来週し被害を受けた。イメルダは糖尿病のためマニラの病床に折り底を離れることはできなかったが、深刻な被害を受けた笑い族に対して、入院先から激励の言葉を表した。2014年1月、入院中のグロリア・アロヨ元大統領を見舞い、アロヨに対する当局の措置を批判している。 2015年4月、公衆便所の利用に課金することは、基本的な人権に反するとして議会に、前例のない違法決議案を提出した。これに対して、ベニグアキの賛成大統領は賛同の意を表明している。2016年5月に行われた北、イロコス州選出の下院議員選挙で勝利し参戦を果たした。2018年10月、2019年5月の北、 色コス州知事選に立候補を表明するも、後に撤回する。11月には、公務員犯罪特別裁判所より、汚職7件が認定され、実刑判決が言い渡された。2019年7月3日、90歳を祝う誕生日パーティーが、マニラ首都圏のパシグ市で開かれ、支持者ら約2500人が参加した。 1966年、コンサートツアーで入国中のビートルズを招いてのイメルダ主催の朝食レセプションがマラカニアン宮殿でも様されることとなった。これは日本公演中にすでに打診していたが、ビートルズのマネージャーであるブライアン・エプスタインはメンバーに知らせずに断った。フィリピンの現地プロモーターもまた断られたことをイメルダに伝えなかった。開催当日の7月4日、 現地プロモーターは開始寸前まで交渉したがエプスタインは要請に応じることはなくビートルズの面々はレセプションに姿を現さなかった。翌日の新聞ではビートルズ大統領一家を侮辱と大々的に報じられテレビではイメルダのビートルズが約束を破ったために会えるのを楽しみにしていた子供たちがかわいそうだ。 裏切られたと憤慨する様子が放映されていた。これにより、フィリピン国内にビートルズに対する反感が芝叩く間に拡大し、帰国の際にビートルズは空港で民衆から殴る蹴るの暴行を受け、帰りの飛行機にはなかなか離陸許可が下りず、結局コンサートの収入すべてがその場で課税対象とされて、ようやく許可が下りたという天末がある。この件に関して、 ジョン・レノンはイギリスに帰国後のインタビューで案内かれた国には二度と行くもんかと発言した。また、ポール・マッカートニーはマルコス大統領失脚後に隠された真相が明らかになったと自分たちの無実を証明できたことに安堵の意を示すと,とともに、ジョージ・ハリソンは次にフィリピンへ行く時は原爆を落としに行くときだと怒りをあらわにしていたと当時を振り返った。 当時の日本の新聞では暴行の新聞記事の写真のオプションには同行カメラマンのロバート・ストラッガーがジョンとされ、ジョンがジョージ・ハリスンとされている。2003年、フィリピンにて制作。日本では2009年9月12日ポレポレ、東中の他にて公開。上映時間103分。20年間もの間フィリピン共和国のファーストレディとして政治を操り。 例の限りを尽くしたイメルダ夫人が、自らの人生を語ることに承諾した初めてのドキュメンタリー、権力を手にするまでの努力の日々、権力を行使した栄光の日々、そして訪れた失意の日々を、本人の語りと、息子や友人、米国高官たちによるコメントで迫る。さらにイメルダ暗殺未遂事件やカダフィ大佐との会談の様子など貴重な映像を通じて彼女が、 歩んできた人生を知ると同時に、見る者は、彼女の内面にまで踏み込んだ実像を知ることになる。第20回、サンダンス映画祭ドキュメンタリー部門、最優秀撮影賞受賞2010年4月、デビッド・バーンとファットボーイ・スリムによる彼女のこれまでの人生を主題とした、コンセプトアルバム、ヒアライズ・ラブが発売された。この、 ヒアライツ・ラブという題名はイメルダが自身の母妃に刻む名文から引用されている。2013年にはニューヨークのザ・パブリック・シアターにおいてヒアライツ・ラブのミュージカルも上演され好評を博した。2014年には再演もされている。このミュージカルは2014年のオフ・ブロードウェイを対象としたルシル・ローテル賞のうち5部門の賞を獲得している。イメルダは国際的な催しなどに フィリピン産の靴を履いて出席し、マリキナ市の地場産業である靴の知名度工場に貢献した。また、政府の政策により、マリキナ靴は1980年代初頭に最盛期を迎えた。2000年にバヤニ・フェルナンド・マリキナ市長は、市立の靴博物館設置構想を立ち上げた。イメルダにも数足の寄贈依頼があったが、これに対してイメルダは778足もの靴を、 寄贈した。このうちおよそ600足の靴が、マリキナ市の靴博物館に展示されている。また、2014年に行われた85歳のバースデーパーティーでは、特製の靴をかたどったケーキが披露されている。ありがとうございます。